はい。それでは先ほどの数ベクトル、数ベクトルの演算について、えーつえー、性質を少し確認しておきましょう。えー、性質なんですけれども、お非常に、まあ、当たり前のことなんですけれども、例えば x、x たす y たす z と x たすかっこ y たす z は等しいと。これは、あの、数ベクトルの演算っていうのは、加法っていうのは、足し算っていうのは、えー、成分ごとの足し算ですから、まあ、当然成り立つわけですね。 成分で書けば、例えば xi 足す yi っていうのは、足したものは中身が xi 足す yi で、それに zi を後で足すわけですから、要するに成分ごとにこの関係式が成り立っていますから、当然全体として成り立つということになります。それから、0ベクトルですね。0ベクトルっていうのは、すべての成分が0のベクトルなわけですけれども、これと x というベクトル、何でもいいんで、 ですけども、何でもよいので、ベクトル X を足すとですね、そのまま X であると。X 足す0も X であると。これは、あたかも数の0のような役割を果たすということで、これは、まあ、法単位元という言い方をすることはありますけれども、足し算に関して、他の相手を変えないという性質ですね、を持っているということですね。それから、マイナス X、マイナス1倍の X のことをマイナス X と書くわけですが、これは、X と足し算すると0ベクトルになると。 先ほどのこのゼロですね。になるという性質があります。それから入れ替えても変わらないと。これは足し算はですね、あの、掛け算も入れ替えても変わらないんですけども、足し算ももちろん順序入れ替えても変わらないということで、えー、まあ、可感性という言い方をすることがありますけども、交換ができますと。 それから、スカラ倍が入ってくるとですね、スカラ倍に関しては、例えば、X を A、B 倍して、次に A 倍をするということをしたものはですね、最初からこの AB をかけておいたのと変わらないということですね。ですから、例えば2倍して5倍するということは、まあ、最初から10倍しとけば話が早いと。そういうことですね。次の2つは、分配法則と言われるものですけれども、例えば3たす7、 3x たいいす 7x、ね、の計算をしなさいと。で、x を3倍して、x を7倍して足すようにもですね、えー、まとめて3たす7つまり10倍してしまった方が早いという性質ですね。これはまあ分配法則というものです。ベクトルが相手の場合もこれ一緒ですね。例えば、えっと、3倍の 1, 2, 3と、5、えっと、3倍のマイナス1、マイナス2、マイナス3ってあったとすると、 こうやってこれ足してやるとですね、0になるので、これ0ベクトルだと。いうことはま、まあ、まあ、パッとわかるということですね。で、最後に、まあ、これも非常に自名な話なんですけども、あ地名というのは、あの、当たり前の話なんですけれども、1倍ですね。1をかけたら、何も、全部変わらないということですね。はい。 で、なんでわざわざこんな当たり前のことを全部言うのかっていうと、まあこういう性質を満たす集合は実は他にもあってですね、後期の線形代数の2、線形数学の2という授業では、この性質を持つ集合を一般に取り扱うので、ここで一応まあ確認しておきましょうということですね。まあここでは計算の便宜上、こういう性質を使うと計算が簡単にできるよねっていう話だと思っておいてください。 はい。まあ、簡単な例題クイズですね。はい。このスベクトの計算をしなさいと。まためんどくさい計算を3倍して4倍して出すなと思うかもしれませんが、よく、ま、観察してみてください。はいえ。よく観察すると、えっと、ここに1、3号ここに2つあるわけですね。はい。で、2、1、-1 がここに2つあるわけですね。はい。どうするでしょう。はい。ちょっと考えてみましょう。はい。えっと、これは、あこう3、 一三五と一三五ありますから、これ3と七がありますから、これ、要するにこれ十倍ですね。十倍の一三五と、それから二一マ21-1ここにありますから、マイナス十倍の二一マイナス一ということですね。ということなんで、マイナス一をこう入れると、要するに十倍でくくると、一一一引引くく二二マイナス三五引くマイナス1で六ということで、マイナス十二十六十と。 いうふうに計算できるんですね。はい。これ、いちいちこれをね、3、9、十5とやっていると大変なんですけども、こういうふうに結合法則とか分配法則うまく使うと、うまく使うと簡単に計算できますね、ということですね。